こんにちは、ゆうです。バーザーのお時間です。はい、京都のお誕生日の方おめでとうございます。はい、朝のね、はい、ガチャ更新配信、ガチャ更新待機配信お付き合いください。ありがとうございました。はい、朝9時からやっててね、そう、ガチャが今回10時からあの更新やったんで9時からやったんですけど、よう思ったら30分前コードぐらいでいいかなって思ってきました。はい。なんでね、今度からね、ちょっとやるとしたら30分前ぐらいからね、30分前コードにね、してね、それでもちょっともう早すぎるんですけど、はい。まあやっていこうかなと思っておりますので、はい、もうね、ガチャ、朝ね、お休みだったり、お時間ご都合の、はい、よろしい方ございましたら、はい。ちょっとね、ガチャ更新の時は、ちょっと1時間くらい前に YouTube チェックしてもらって、はい。確認していただくか通知オンにしてくださると嬉しいです。はい、それでは今日は無課金サブカー芝居の丸やっていきたいと思います。と言っても今日またガチャなんですよね。だってガチャ更新待機配信するぐらいですからね。はい、それでですよ、はい、ちょっと謎な点がございまして、クエストなんですけど、こちら見ていただけると12と11、まあ、11はね、このはい、12こんだけクリアしといて、魔法石がね、はい、13個しか残ってない。なぜでしょうか。はい、僕にもわかりませんが、いや、わかってるんですけどね。はい、色赤引いてきました。はい、ただ、結構夜遅い時間、12時以降に、はい、クエストクリアして、ちょっと引いたんで、動画にはしてあります。ではね、そちらの記録を、まあ、まずはね、はい、色赤どうでしたか。行きましょうか。はい、まずはね、1本目からです。なんと8部作に及んで、はい、こまめにガチャがあります。はい、それではね、まずは1本目からご覧ください。はい、ちゃんとね、魔法石無料配布24個。それでは24個使って、まあ、8部作言うてもね、僕違うガチャ引いてるかもしれないですからね。はい、いきなりダイヤ。これで、しがら切れちゃうんですよ。そっちちゃうてーって思ってね。はい、ちょっと内緒思ってますわ。はい、こちらももう爆速でね。はい、もう無言なんでね。はい。無言でもね、一回ずつ、また、しがら切れ、もうそっちちゃうて、新しいの来いてーっていう感じでね。もう多分思ってますわ、この時の自分僕。はい、もう、怒りのプルスウルトラです。あ、金。怒りのプルスウルトラの弾にさらに金玉が入って、はい、ニスタコンプレックスも爆速で引いてますね。もうええってみたいな、早く出てくれってみたいな感じですね。はい、あ、ダイヤ、はい、バレない、ドドロキくん、いいですね。それではね、次2本目いきましょうか。はい、今度はね、14個のバージョンですね。14個で出ると結構強気に出てます。はい、強気のガチャです。はい、強気のプルスウルトラです。それではどうぞ。あ、なんかこれ出てた、もしかして。あ、今一瞬。そう、録画ソフトの影響でね、これ出ちゃうんですよね。はい。プルス、ウルトラ。はい、ダイヤ来た。クソ固まらない。うお、これは強いって噂の名前何やったら一瞬固まってますね。ミルコですね。ミルコクロコップってなんか誰でしたっけ、いられませんでしたっけ。あー、金玉が、ちょっとここは用事ないかな。はい、ね。電気の能力の方がですかね。はい。雷電気くんですね。はい。ちょっとここはね、はい。落ち込んでおりますわ。はい。ではね、3部作の3パート目。1部作が良作、2部作が打作、第3、3部作で最高傑作みたいなね。はい。ジライアも言ってたんでね。はい。ナルトの話です。はい。次行きましょうか。はい。こちらですね。ごめんなさい。先ほどね、8作って言ったんですけど、ただのホーム画面が映ってるだけの多分失敗録画。僕画面録画とかあんましないんでね、その iPhone の。はい。こういう形で撮るので、はい。ちょっとミスってました。もしかしたら8部作じゃないかもしれないです。ません。滑舌は悪いです。はい。どうぞ。無料配布10個ですね。はい。単発で出す。結構な強気ですね。無課金、サバカ、芝居の丸、金卵。まとめて撮ってくれて。はい。ミスターコンプレックスね。それでは次の本数行きましょうか。はい。エピソード4ですね、これで。はい。はい。エピソード4は魔法石13個からスタートでございます。はい。はい。こちら、はい。それでは、2回目の
エピソード4のプルスウルトラは、金卵かな。この子は誰だっけ。ああ、ちょっともう、全然用事ない感じが伝わってきますね。でちょっと気合い入れてますね、ここ。出る、出る、出るってね。はい。それでは、わー、もうって感じですね、これ。またさーやん。以上、原因しますね。はい。はい。4体目ですわ。もうすぐ切ったね、多分、あれでしょうね。この時僕ですもん。って感じだったんでしょうね。はい。じゃあ次、エピソード5いきます。ごめんなさい、僕エピソード8まであるって言ったんですけど、花からエピソード6までしかなくて、これ何本目？これエピソード6ですね。はい。はい、行きましょう。無料配布13個から。これが本当のラストのヒーローアカです。僕の最後のヒーローアカデミアです。はい。しまらんねー。かわいいねーですね、スキン目。これラスト。ラスト案外サクッといくよな。これで、ね。はい、ウキ、これ、これ。あ、まだいた。かっちゃん。かっちゃんねー。結構持ってるんですけどねー。ってことで、僕のヒーローアカの結果、芝居のあのヒーローアカの結果、こちらです。どうぞ。はい、こんな感じになりましたね。はい、かっちゃん3対2。はい。この子誰だっけ？飯田くん、なんであんな秒で飛ばしたので、ね、僕あの時の自分。はい。んで、はい、こんな感じで終わりましたね。でも、ミルコクロコップが、はい、ミルコクロコップちゃん、ミルコでやってんねん。わざわざ噛み直してまだ言い直さんでええねんな。で、ミルコが出ただけでも、まあ、よしとしましょう。死柄木もね、もう武器でいいか。もう旬も過ぎちゃいましたね、動画にしよう思ったら。はい。あとはベストジーニスがちょっと欲しかったぐらいですかね。でも武器で絶対生きてくると思うんで。はい。まあ、よしとしましょうか。はい、はい、はい。トドリックもこの前ランダンで行きましたからね。はい。まあまあ、いいでしょう。ということで、今日はね、僕のヒーローアカデミア、まあ、最終日で、交換もまたしたいと思ってるんですけども、はい。今回、もうね、こちらですよ。新学期です。4月1日です。エイプリルフールです。はい。エイプリルフールだからといって、嘘でもええから、死柄木出てほしかったです。なんぼ引きずんねんって感じですけど、はい。で、それではね、はい。新学期ガチャ回していきましょう。ここから本番ですわ。はい。長いな、前振り。ほんまに。ログインスタンプ。はいよ！あー、ちょっと待って、これ僕、録画やと思って内容知ってるけど、あれ、何聞いたかな思った、今。イシュタルはね、イシュタルと言いました。ちょっと巻き舌になっちゃったんですけど、朝の更新配信で、更新待機配信の後のメインアカウントに出ました。はい。それではね、これクリアしてきたので、はい、私立パズラ上級学園。じゃあ、私立パズラ上級学園、じゃあ、私立パズラ学園の入学式の上級のクリア報酬。これ3年ですね。はい、3年。ここから。見事にね、メインアカウント全部持ってるやつだったんですけど、これはどうかな？これはどうかな？それはどうかな？それはどうかな？って誰のセーフやったっけ？もうええから。えっ！ちょっと、誰？金剛屋さん、妙王さん。はい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 。応援団長。応援団長といえばあれじゃないですか。結構な人もあるんでしょう。結構な陽キャの方がやらはるようなポジションでしょ。金剛屋さん、妙王、陽キャやったんや。あ、ボイスないんや、ボイスないんや。はい。じゃあ次行きましょうか。おっ、結構来た。よし。これでネタバレ食らってないってことですよね。新キャラってことですよね。ローキャの次、ちょっと冷静なキャラ、ちょっとライバル関係にありそうな。ああ、奇跡初ゲット。あ、そうか、初ゲットやもんね。はい。はい、ちょっとね、ローキャのライバルポジションみたいなね、アポロン出ましたけど、アポロンね、はい。はっきり言ってね、まあ、いつか頼りになる日が来るかもしれませんが、今のところ、全くね、用事があるビジョンが浮かばないですね。それはね、こんな感じです。はい、それでは、購入でき、無料配布、13個でございます。石回収しようと思ったんですけどね、回収したところでね、全然石、まあ、僕、生放送中でもね、気づいたんですけど、魔法石6個以上、新学期ガチャ引こう思ったら、魔法石6個いったんですね。はい。
宝石6個ってとこ全然見てなくて、はい、5個で張り切ってその前も待機してるのに石回収1個できるとこあったのに、はい、電球やってました何の時間や思ってね、はい、それでは気合入れていきましょうか。もう狙いはね、もう野球部です。僕阪神ファンなんで開幕したんで昨日が開幕戦です。はい。それでは、プルスルートラ、あ、これプルスルートラちゃうね。ロキか。3体目。いやー、3体目は、いや、これどうなん？まあ、似た変質武器としてはね、まあ、全然。ヘイスト剣ね、あ、ごめんなさい、ちょっと通知来ちゃいました。はい、ヘイスト剣が、ね、炎波って結構、極悪でも使われたりしたんで、まあまあ、いいでしょう、いいでしょう。一体はね、一体の初期を。ほんま、これ、ほんまラストです。はい。茶番みたいな動画になっとんない。でも結構気合えて聞いてみるんですよ、僕。それだね。もう終わったけど。プルスルトラ！あ、そうだ、ダイヤで売るんや。いや、これはちょっとほんまに、なんかちょっとほんまに、どうやったんこれ。これはワンチャンあるのかな？ヘイスト剣3ターンの間7、6マス。今後ね、リラフでヘイストとか来られた時に、あるのかな？どうなんでしょうね。どうなんでしょうね。それはあなたのボックス次第ということで、全て結果見ていきましょう。はい、こちらでございますね。はい、イシュタル、ウルトナ。わ、ちょっとどれもライバル関係にありそう。イシュタルと ロキ除くね。はい。シウルフのね、パイロットのこと、データのパイロットのこと。もうこれ完全にね、この、金剛夜叉明王とね、アポロンとか、ちょっとライバルポジションにありそうですね。どちらかというと、応援団長の方がライブなんか、主人公感ありますけど、はい。そんな感じですわ。テンション上げてますが、ちょっとガチャ結果に少しがっかりしております。はい。はい。それではね、今回はね、ちょっと交換に行きましょうとか言ったら、ちょっと多分尺も長くなっちゃうと思うんで、ちょっと、はい。ちょっと見てみようかな。はい。デク君オールマイトに関しましては、はい。ちょっともう交換したら、ちょっとスクショでも載せておくか、次交換しましたと言っておきます。だって、ここからね、交換しても、もう、ね、引けないですし、はい。課金疑惑とか、疑いとか、かけられるわけもないんで、はい。もうそこはもう安心して交換しておきます。はい。カンナ、サツキに関してはもうフルで出す覚悟でいかないと、ここからはちょっと無理と。まあ、ログインスタンプもアーチしたから、まあ、宝石も5個毎日配られると。あと、クエストもね、はい、13からね、しっかりと動画にしていきたいと思いますんで、はい。僕の動画はね、パズル&ドラゴンズ&RPG みたいなところありますので、はい。そういうスタイルで撮らせていただいておりますので、はい。ちゃんとね、クエストも。動画にしていきたいと思います。それではね、見てくださった皆さんありがとうございました。ちょっとね、録画画面をお見せするっていうのちょっと不慣れだったんで、ね、うまくいけてるか分かんなかったんですけど、ぜひともこんなスタイルでもいいから、ね、そういう駆け込みガチャとか全然動画にしていいよとか、コメントとございましたら、あと皆さんの新学期ガチャのおすすめとかございますと、推しキャラとかございましたら、ぜひぜひお気軽にコメント欄にコメントくださると嬉しいです。じゃあね、今回はこれにてお開きにしたいと思います。見てくださった皆さんありがとうございました。ぜひ動画の感想や言ったか、これ評価もはい、いただけると嬉しいございます。はい、それではあと概要欄のある X や TikTok のアカウントもフォローしてくださると嬉しいです。それではね、今回のお相手は私、ゆうべでございました。それではバイバイ。